川家康ゆかりの地であり、歴史好きなら必ず知っている岡崎市。町の規模はそこまで大きくないのに、西と東、2つの庁舎があるのにびっくり。しかもどちらも結構な規模。しかも3階が空中回廊でつながっているではないか。食堂があるのは東庁舎2階の方ということで、回廊を歩いていくが200メートルくらいあるぞこれ。モダンな庁舎内を歩いて食堂へ着くと、やっぱりいたか、家康。それはさておき、食堂は広々していて、100席くらいありそう。乳幼児用の椅子も置いてあるモダンな雰囲気。でも入り口正面にちょこんと置かれた食券の販売機がどこかレトロな感じを漂わせているのがちょっとおかしい。お昼過ぎに来たせいか、日替わり含めほとんど売り切れ。というかうどんかそば、カレー、そして愛知らしく味噌カツが残っているくらい。こういう時は考えない。カツカレー、550円とうどん、450円に決定。相棒の M3 は味噌カツ丼、550円にミニサラダ、50円をセレクト。ちょうど、揚げ置きのトンカツが切れたらしく、5分くらいお待ちください。と、ちょっとテンション高く言われて、札をもらい、味噌汁のディスペンサーに、赤だしじゃないんかい。と突っ込みつつ、席を確保。そうして受け取ったカツカレーは、ごく普通、まんま食堂のカツカレー。押し麦が入っているのは、麦飯と味噌という家康の食生活にちなんでいるのか。まずは一口。スパイシーな本格派でもなく、チョン店でもなく、家庭のカレーという感じでもない。美味しいけど、普通の味としか表現しようのない味、だと思っていたが、なんだこれ、パクパク食べられるぞ。全然飽きが来ない。ずるっと美味しいのが続いている。こんなカレー初めてかも。スプーンを一瞬も止めることなく、数分で完食。最初は120点だけど食べていくと50点になるような美味しさでなく、ずっと85点が続く感じ。外食でこういう体験したのは初めてかも。そんな期待をしつつうどんに手を伸ばす。関東風の黒いつゆに関西風のサイネギ&かまぼこ、かつお節がちょんと乗っている。こちらはサプライズが特になかった。ずっと65点のうどんだと思いつつ M3 の方に目を向けるとミニサラダの大きさにびっくり。小皿より一回り大きい皿にたっぷりキャベツやパプリカが乗っている。どう控えめに言ってもミニではない。これで50円はお得だ。ちなみにドレッシングやマヨネーズの他にタルタルソースもかけ放題というのが地味にすごい。というか1リットルくらいありそうなタルタルの大ボトルって初めて見た。ちなみに味噌カツ丼もキャベツ入り。あんまり甘くも濃くもない。ちょうどいい感じで、普通、らしい。今回は、普通の中にも当たり外れがあると知った役所飯だった。食後に1階に降りると、家康ゆかりの展示はもちろん、友好都市とゆかりのある絵柄のマンホールの蓋などが展示されていた。中でも南海トラフ地震についての展示スペースを大きく取っていたのにびっくり。ジオラマやフィギュア、パネルの展示の他に、もし発生した場合のリスクが、プロジェクションマッピングで表示されるという力の入れよう。本気度がすごすぎて、もはや小さなテーマパークだ。すごいぞ、岡崎市役所。